はい、こんにちは。中学受験さくらチャンネルの竹谷直樹です。今日はね、伊勢物語のつついつつの3回目、最終です。ね、井戸端で、仲良く過ごした男と女が大人になり、好意を持ち合って歌を交わして、結婚をする。しかし、親が亡くなって貧しくなり、2人の心は一時離れる。しかし、男は、他のところに別の女をのところに通い始めるけれども、さあどうなるのか。この中学受験さくららチャンネルは、中学受験の全教科、全科目、全単元をいつでもどこでも何度でもをコンセプトに作っているチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップもお願いします。さあ、では早速やってみましょう。伊勢物語つついつつ最終です。まれまれかの高安に来てみれば、初めこそ心憎くも作りけれ、今は打ち解けて、自ら言いがいとりて、けこの器物に盛りけるを見て、心うがりて、いかずなりにけり。去りければかの女、大和の方を見やりて、君があたり、見つつをおらむ生駒山、雲な隠しそ、雨は降ると。と言いて見出すに、かろうじて山飛びと婚と言えり。喜びて松にたびたび過ぎぬれば、君込むといいし夜ごとに過ぎぬれば、頼まぬ者も物のこいつぞ降る。と言いけれど男すまずなりにけり。さあ、男はどちらを選んだんでしょうか。小さい頃から仲の良かった女を選んだのか、高安の、都の女を選んだのか。さあ、まれまれにかの高安に来てみれば、初めこそ心憎くも作りけれ、今は打ち解けて自ら言いがいとりて、けこの器物に盛りけるを見て、心うがりていかずなりにけり。さあ、まれまれね、まれにまれにね、たまにたまに高安に来てみればね、まれにまれに高安に来てみると、初めこそ心憎くも作りけれ。ね。初めは、心憎しというのね、奥ゆかしいという、いい言葉なんだけど、初めは心ゆかしいものを、ようなふりをしていたがってことね。これ、が。今は打ち解けて、今は、この打ち解けてもいいこと、いいふうにね、今言うんだけど、今は心を許してしまって、もう気が抜けてしまったってことね。自ら言いがいとりて、けこの器物に盛りけるを見て、心うがりていかずなりにけ。ね。さあ、自分でしゃもじを取って、けこの器に、お米を盛りつけているのを見て、なんとなく嫌な気になった。ね。要するに、品がないんだよね、これね。なんかね。けこの器に盛るっていうのはどういうことかちょっと僕はわからないけれども、なんとなくそういう、こんな器に盛らないだろうっていうのに、自分でしゃもじで米をこうやって山盛りにやるわけです。で、そこで嫌気がさしていかなくなってしまったと。去りければ、かの女、大和の方を見やりて、ね、そうだったとしても、その女、要するに、これは要するに高安の女ですね。大和の方を見やりて、大和っていうのは、その男がいるところですよ。ね、大和の方を見て詠んだ歌。さあ、その女も男に歌をくれるわけです。君があたり、見つつをおらむ生駒山、雲な隠しそ、雨は降ると。さあ、君がいるあたりを見ながら、おらむ。暮らしていよ、暮らそう。あなたがいる大和の方を見て暮らそう。生駒山よ。生駒山の熊よ。雲よ。熊じゃなくて雲ね。雲な隠しそ。ね。生駒山を雲は隠さないでくれ。雨は降るとも、雨が降ったとしても、ね、あなたがいる、いや、向こう、生駒山の向こうにあなたがいる、ね、あなたがいる生駒山を隠さないでくれっていう歌を、送ったわけです。と言いて見出すに、かろうじて山飛びと婚と言えり。ね、さあ、と言って男がその手紙を読んで、なんとかなんとかその男が来ましょうと言った。嫌々なんだよね。
喜びて待つにたびたび過ぎぬれば、ね、さあ女は喜んで待つのだが、何回も何回も男は来ないまま過ぎてしまったので、ね、何回も行くよって言うんだけど来ないわけです。嫌なんですよ、なんとなくこの女がね。で、女はまた再び歌をくれるんです。君込むといいし夜ごとに過ぎぬれば、頼まぬものの恋つつぞ振る。さあ、あなたが込むは意思です。自分の意思であなたが来ましょうと言ってくれた夜ごとに、ね、あなたは来ないわけです。来ないまま夜が過ぎてしまったので、頼まぬものの恋つつぞ振る。頼まぬっていうのはもうあなたを当てにしないことにしましたと。あなたを当てにしないと思ってるんだけれど、恋つぞ降る、ね、あなたを恋しいと思いながら降る。降るというのはこれ漢字で書くとこういうね、時間が経つ、こういう暮らしていますっていうことね。あなたが来ようと言ってくれた 夜のごとにあなたを待ちましたが来なかった。だから今は当てにしてないけれども、あなたのことを今でも恋しいと思いながら暮らしていますよと言いけれど、男すまずなりにけりと言うんだけれども、男は一緒に高安の女とはすまなくなってしまった。まあ結局、その元のね、井戸端で遊んでいた女と、まあ、暮らすんでしょうね、これね。さあ、もう一度通して言ってみましょう。古文だけ見ててください。稀に稀に高安に来てみると、初めこそ心ゆかしい、感じだったが、今は心を許して自らしゃもじでお手に取り、ケコの器に料理を持っているのを見て、男は嫌気がさして高安には行かなくなってしまった。しかしながらその高安の女は大和の方を見て、あなたがいるあたりを見ながら暮らそう、生駒山よ、生駒山を雲よ隠さないでください、雨が降ったとしてもと言って、外を眺めていると、なんとか大和人男は来ようと言ってくれた。喜んで待つのだが、何回も何回は男は来ないまま過ぎてしまったので、もう一度歌を送った。あなたが来ようと言ってくれた夜ごとに、まあ来ないので、そのまま過ぎてしまったから、もう当てにしないけれども、あなたを恋しいと思いながら暮らしていますよと言ったが、男は高安には住まなくなってしまった。伊勢物語つついつつ、いいなと思ったらチャンネル登録高評価メンバーシップお願いします。では今日はここまでにしましょう。